ヤッホー、これで変化聞こえてないかな。あの私の会に住んでる人全然これすお料理をしたいと思います。時刻は何時だと思います？時刻はですね、あ、ちょっとすいません、あの1時23分でございます。もうバリッバリの真夜中ですね。なんかバリッバリって美味しそうやな。なんかいきなり料理をすごい作りたくなってですね、もう作ってる途中なんですけど、料理しますとかじゃなくて話し相手になってほしくて、なんか動画を撮り回し始めました。とりあえず野菜を切りましょう。一人暮らししてさ、なんか自炊をちゃんとしてるんです。買ったものって高いし、自分で作った方が体にも良さそうやん。ちょっと家庭的な女アピール、皆さんいかがですか？ちょっとなんでこんなにいつもカメラ撮ったらなんかおねえみたいな話かなってしまうよ。今まで作ったものは野菜スープと野菜炒め、あとはオートミールをレンチンで炒めて卵かけご飯にしたり、納豆したり、あと目玉焼き食べたり、もうそんなんばっかしてますね。もう簡単な料理作ってんねんけど、この前これでさ、下に手置いてたら手切ったからな。ここもやけどしたし、なんかここら辺も切ってんな。めっちゃ痛かったんけど、マジで。だからちょっと怖いんですね、このディッシャー。果たしてこの切り方は合ってるのやかや否やって感じなんですけど、で何の料理を作ろうと悩んだんですけど、家にある味付けといえば塩と胡椒とコンソメスープ、ごま油しかないので、もう野菜スープを作ることに決定しました。もうこれに関しては何も言われても、もう今さら変えることができないので、コメント欄でこういうことにしたらいいよって言われても、もう作っちゃってしまってるので、野菜スープで今日はやっていきたいと思います。なんかさっき YouTube のコメント欄を見たんですよ。ほんじゃさ、コメント欄にこの人彼氏いますよみたいなことを書かれてて、んで、あのおらんのにすっごいヒヤッとして、え、なんで知ってるんですかって。いや、おらんねんけど、めちゃめちゃヒヤッとして、なんかさ、有名人とかもよくさ、いろんな嘘書かれるみたいな感じやんか。だから私ももしかしたらこれからもっとあのちょっと有名になっていって、なんでだからいつもおねないの。なんか有名になっていてさ、彼氏がおらんのに間宮で梅田で男の子をブンブン連れ回してたみたいな、そんなこと書かれたらどうしようとか、めちゃめちゃ全然考えんでいい、心配をしましたね。でもさ、もしさ彼氏ができたらさ、どのくらいの期間でゆうくめっちゃ悩まん？やっぱりこの横幅ごっそうやな。付き合って1週間とかで「彼氏できましてー」って言って「おめでとう」ってあのコメントもらって、もしさ1週間後とかその23日後に別れてみよう。もう視聴者さんに合わせる顔がないよな。「ふみちゃん彼氏って最近どうですか？」っていうコメント来ても「みたいな感じになっちゃいそうやな。あの私がもし彼氏ができて今後 YouTube をどうしていこうかっていうことをたまに考えることがあるんですけど、できてないのにあの勝手にその先のことをすごい考えてるんですけど、もしできたらさ、2、3ヶ月ぐらい付き合って、ほんでそれでもまだ続いたら「彼氏できました」って自分から言うと、なんかまあ質問コーナーとかなんかして「彼氏できたんですか？」とかそういう質問もらって「あ、ちょ、実は彼氏ができました」。なんかいつもね、よくね DM とかでね、お悩みの DM めっちゃ来るんですよ。それに答える場が欲しいなと思い、たまに動画で答えようと思います。はい、まず1つ目、今バイト先の男の先輩にご飯誘われてるんですけど、メンバーが男の先輩2人と私の3人なんです。片方の先輩はそんな絡んだことないはずなのに、なぜかメンバーにいてめちゃくちゃ不思議なんです。私そんなコミュ力高くないし、3人で和気あいあいとできるのか不安で、どうしようか一生悩んでます。でももうお店も決まり始めてしまい、引くに引けない。1対1も緊張するのに2対1なんて無理じゃないですか？まびちゃんだったらどうしますか？っていう質問が来ました。2対1で先輩2人やんな。まあそんな場に出くわしたことないですけど、いいなーっていう、まず私の感想を置いておいて、私はまず大きく結論は行くです。まあ、その先輩の人がさ、まあ、どうにかしてくれるでしょ。話したことない相手の人に対してもやし、どういう場になるんやろうっていう興味心が強いのでいきますね。でも確かにさ、めっちゃ仲いい男の子友達2人とかじゃないからさ、きついよな。なんかよくさ LINE グループやたら作りたがる人とかいるじゃないですか。もう最近になってきたらないですよ、そんなん。でも結構さ、昔とかやったらなんか仲良くなってきて、ちょっとこのグループいつ目になりだしたよなってなったら、もうやたらと LINE グループとか作ったり、あとそのグループ名すごい考えようとするやつみたいな、グループ名めっちゃ考えてようとするやつ多くないですか。 LINE グループ作るのはまあまあありやんな。アルバムに入れるからさ、変にグループ作ろうとしたらさ、それになんかとらわれすぎて逆にぎこちなくなるみたいな、あれへん、大学生の初めらへんとかさあったよなーって思う。すーぐなんか、あれこのメンバーで仲良くなるのかなと思ったら、すーぐなんかグループ作りましょう、グループ作りましょうってなるみたいな。自分の LINE 幽霊部員になってるグループいっぱいあるわ。たまに見返すね、
こんなん昔やってたよなとか、高校生の時のなんか修学旅行でマリカするだけで集まったグループとかありますからね。それ今後どうやって使っていくねみたいな。あとなんか私受験で一科落ちて浪人してる期間があったんですけど、その塾卒業したらなんかまあそういうまたグループできて、河合塾行ったんですけど、河合塾上本町校のグループになってきてて、誰がこれいつなんか動かせないんだよな。絶対こんなグループ動かんやろっていうグループに50人ぐらい入ってましたからね。しかもほとんど顔も名前も知らんみたいな。なんかさ、むくたんびに親指痛いねんけど、親指の爪弱いんかな。それっぽくない？よし、さあとは煮ていくだけ。三つ葉、玉ねぎ、人参、じゃがいもの簡単謎スープ。もうコンソメ入れとけばどうにかなると思ってるか。全日本 YouTube でどうでもいい料理あげてるランキング下から120位ぐらい。だからさっきのさ、そのさ、コメントのやつの返事をするとすれば、まあまあ言ったらいいんじゃないですか。多分先輩やからさ、話とかもいろいろ振ってくれると思わん？しかも誘ってくれてるぐらいねんから、なんか話したいことがあるんでしょう。だからそんなに、いや私なんか喋らないといけないとか、率先してなんかしていかないといけないとか、なんかそんな風に思わなくていいんじゃないですか。いいなぁ、男の先輩2人からご飯に座るとか絶対そんなのないんけど、いいなぁ。てか今テレビで YouTube をつけて思ったんやけど、他の YouTuber さんより自分画面に近ない。いつもこの距離やったら普通やと思うけどさ、画面に近って思ったな。もうちょっと離れよう自分ってめちゃめちゃ今なったっていう話は置いといて、ちょっとまあ深夜なので、もう深夜の2時なので、味見程度にちょっと野菜スープをいただきたいと思います。うん、よくわかんない味。あ、でも美味しい。すごい優柔不断な味をしてますね。まあ、もうちょっと味入れた方がいいかなと思って醤油入れたんです。だからなんかもう醤油かコンソメかはっきりしてみたいな、そんな感じの味してる。はい、翌日スープをやっといただきます。うまっふうって全部飛んできそうやった。ごちそうさまでした。